グレートギャツビーフィッツジェラルド前回の続きからですもう年だわねとデイジーが言ったもっと若ければさっさと立って踊るところだわ ねえそのビロクシーなんだけどジョーダンがデイジーの気を引くトムはどうして知り合ったのかしらビロクシーとトムは記憶をたどり寄せて俺の知り合いじゃなかったデイジー側の人間だろ違うわよ デイジーはきっぱりと言う「全然知らなかった」だってあなたの貸し切り列車に乗ってきた人でしょいやデイジーの知り合いでルイビルの育ちだと言ったぞエイザバードが直前になって連れてきて「まだ乗せられるか?」って言ったんだジョーダンがにやりと笑った。 うまいいこと無賃乗車で帰省したじゃないの。イエールの同期生では壮大だったって言うけどトムと私はきょとんとした顔を見合わせたビロクシーが「壮大なんてものはなかったぞ」ここでキャッツビーの足がコツコツとフロアになってトムがじろりと目を向けた。 それはそうとギャツビーさん、確かオックスフォードのご出身でしたな。出身とまで言えるかどうか。おや、そのように聞いてますよ。まあ、言ってます。畑と沈黙。それからトムが、うさんくさいと言いたげな怖いで、 つまりビロクシーがイエルを行ったと称するようなものか再び沈黙ちょうどウェーターがノックをしてまたミントの葉と砕いた氷を運び入れ「サンキューと言ってからそっとドアを閉めて出て行ったのだがこの場の静けさを破ったというほどではない」ついに大きな疑問点が。 解消されようとしているのだ言ったと申し上げたとギャツビーは言ったそうだがいつ行ったのか伺いたいものだ1919年でしたたったの5ヶ月なんですよだからオックスフォードの出身とまでは言いにくいのです トムは周囲に目を走らせた。他の者の,の顔にも疑念が浮いていないかと思ったのだろうだがみんなキャッツビーだけを見ていった対戦が終結してから将校は便宜を図ってもらえたのですとキャッツビーは話をついた。 イギリスやフランスの希望する大学へ行けました私としては立っていてパンと背中を叩いてやりたい気分だったやっぱりギャツビーだご名答ではないかと思ってこの男を見直していたデイジーが立ち上がったわずかに笑みを浮かべてテーブルへ行く じゃあ、ウイスキーを開けてよトムそしたらミントジュレップに仕上げてあげるからそれ飲んでいくらかまともになってほら見てこの葉っぱちょっと待てトムがピシャリと言ったギャッツビーさんにもう一つ尋ねたいどうぞ。 ギャツビーは静かに受けた人の家にどういう争いを引き起こすつもりなんだついに公然と対決に及んだわけだがキャツビーとしてはこれでよかったのだろうそんなことしてないわよデイジーは必死のももちで2人の男に代わる代わる目をやった。 あなたが争ってるんじゃないの。少し若まんを聞かせてよ。我慢トムは耳を疑うようにこの言葉を繰り返した。どこの馬の骨かわからん奴が女房に言い寄るのをじっと我慢して見てるのが今の流行りなのか。そういうことなら俺は古い人間なんだと思ってくれ。 すっかりのぼせ上がったトムは今や一人になって文明の古類を守るがごとき自画像を描いていたそりゃ俺は人に好かれてやしないさ派手なパーティーをするわけじゃないからな今の世の中うっかり人を集めたら豚小屋も同然になってしまう肌で聞いていても腹が立つのだが トムものを言うたびに笑いたくなることも確かだった愛人のいる男が家庭道徳を説くのだから大した変身ぶりである一つ言わせていただきましょうかなとキャツビーが切り出したその意図をデイジーは見抜いたようだ言っちゃだめ。 もう弱り果てている。帰りましょうよその方がいいわそのようだと私も立ったそうしようトム今飲みたい人はいないだろう。いや言いたいこととやらを言ってもらおうじゃないか奥さんはあなたを愛したことなどない この私を愛している。何をバカな。トムは思わず口走ったギャツビーは高ぶった精神もあらわにすっくと立ったあなたを愛してはいなかったそういうことだどっこいを大きくするだが私に金がなくて 待ちきれなくなななくっったたたからあなたの妻になったとんでもない間違いだったと言えるが心の中にいたのは私だけだこうなると私もジョータンも座を外しかけたのだがトムとギャツビーは競うように毅然とした態度をとって出て行くまでもないと断じたどちらも恥じるいわれはなくさらけ出す胸の内を ととく聞いていってくれと言わんばかりなのだった座ってくれ、デイジートムは保護者めいた小内を探ったがあまり上手ではなかった今までどうなってたんだそっくり聞かせてもらいたい私から言ったじゃありませんか ギャツビーが言った。今まで5年間あなたが知らなかっただけだトムはデジェに鋭い目を向ける。5年間こいつと付き合ってたのかそれは違うとギャツビーは言う「会えるはずがない」だがずっと愛し合っていた そういういことですよ。あなたが知らなかっただけだ。笑いたくなることもありましたよ。と言いながらその目に笑いはない。あなたが知らないんだと思いますとね。なんだそれだけのことか。トムは太い指先を左右から何度か打ち合わせて椅子の背に持たれた。 バカな話だと奮撃する「俺は5年前にはデイジーを知らなかったんだから事情を知ってるはずがないそれからのことだって裏口から食料の配達でもやって近づこうとしたのかどうかそんなことまでは知らないがあとは嘘っぱちもいいとこだろうデイジーは俺を愛して結婚したんだし今でも愛しているさ」。 いや、ギャツビーは首を振った。ところがそうなんだよ。たまに突拍子もないことを考えて、おかしなことをしてかすとしてもな。トムはさかしげにうなずいた。それにまあ、俺だってデイジーを愛している。確かにハメを外すことはあって、くだらない遊びもするんだが、 必ず帰ってくるさいつだって心の中ではデイジーを愛している「何なのよ腹が立つ」とデイジーは言った私の方へ顔を向け次に発した声は1オクターブも低くなりハラハラさせるような長老の気分を発散していた どうしてシカゴを出てきたか知ってるどれだけハメを外したことか。すごい話があったのよ。まだご存知ないとしたら不思議だわ。ギャツビーが歩み寄ってデイジーと並んだ。いや、そういうことは終わったんだよ。と真剣に話しかけている。 もういいいじゃないか。はっっっきり言ててやってくれ。愛していなかったって言うんだそれで一切いなかったことになるデイジーは何も見えていないような目をキャッツビーに向けた「そんな愛せるなんてはずがないのに」だから愛した過去はないんだ。 デイジ,ーは迷ったジョーダンと私に訴えるような目を投げるようやく自分の行動に気がついたのではなかったかずっと昔から自分の意思を働かすことがあったのかどうかだが結果だけは出てしまったもう遅い 愛したことはなかった。これが苦しい発言であることはわかる。カピオラニ公園でもそうだったのかトムはいきなりハワイ旅行の話を持ち出した。そう。下の舞踏場からくぐもった和音が、 熱波のような空気に乗ってせり上がる聞いていると息が詰まりそうだパンチボールの丘を降りた時もか靴が濡れないように抱きかかえて歩いてやったじゃないかトムはかすれた声にに優しさをにじませる。なあレイジー 言わないで。「冷ややかな声だがさっきほど尖ってはいない」「ギャツビーの顔を見て」「ねえジェイ」と言いかけたのだがシガレットに火をつけようとする手が震えたそれでもうシガレットと燃えているマッチをカーペットに振り捨ててしまう。 もう欲張りなんだから」と今度はギャツビーに向けて声を大きくした「今の私はあなたを愛してるそれだけじゃダメなの今さら去は変えられないのよ」これだけ言うと泣き出すしかなかった。 ああのの人を愛したこともあるのだけどあなたも好きだったギャツビーは大きく目を開けて閉じたあなたもそれだって嘘だトムは容赦しなかった。 あんたが生きてるかどうかも知らなかったさ。まあ言っとくが、俺とデイジーにはいろんなことがあった。あんたにはわからない。俺たちには大事な思い出だ。ギャッツビーにはギリギリ刺すような言葉だった。デイジーと二人で話をさせてもらいたい。 ヤツビーは粘った今は気持ちが高ぶっているようだからそんなことしたってトムを愛さなかったとは言えないわドッデイジーは悲痛な声を絞らざるを得ないそこまで言ったら嘘になるもの当たり前だ。 これははにも依存はない。だがデイジーはこの夫に向き直ってどうだって構わないくせに何を言うかこれからはもっと大事にしてやる分かってないですなギャッツビーに焦りの色が見えた。そういう立場では なくなったトムは目を向いて笑い出しただいぶ余裕を取り戻しているなんでそうなるんだデイジーは君と別れるのだからバカ言えでもそうなの。 デイジーが苦しそうに言うそんなことはないやつびんにのしかかるような言葉だったよりによってこんな奴のために俺と別れるわけがないじゃないかくだらんペテン師で女に送る指輪だってどうせ盗品だろうよいい加減にして デイジーが声を上げた。もうここは出ましょうね大体いい何様のつもりだついにトムが爆発したマイヤー・ウルフシャイムの取り巻きにスぎんと言うのだろうそのぐらいの見当はついてる少々身辺を洗わせてもらったからな明日にでもまた調査を進めてやる どうぞ、お好きなようになさればいい。キャッツビーは動じない。ドラッグストアとやらの実態もわかってるぞ。トムは他のものに向けて早口で喋った。ニューヨークでもシカゴでもウルフシャームとグルになって横丁のドラッグストアを次々に買収したんだ。医薬品と称して、 アルルコールを売るためにな。そういう手口を使うやつだ一目見た時から酒の密造でもしてるんだろうと思ったが当たらずといえども遠からずだそれがどうかしましたかとギャツビーは応じたお友達のウォルター・チェイスだってちゃんと加担してくれましたよ。 仲間にしてから見捨てたんだろう。あいつだけニュージャージーで一か月は塀の中だったウォルターがどう思ってるのかやつの言い分も聞いてやるといいいやすっからかんでお困りでしたからいくらか儲かって大喜びだったんですよそういう気だな口を聞くなと言ってるんだトムは声をあらけ キャッツビーは答えなかった。ウォルターの出方次第では、賭博罪であげられたっておかしくないんだ。ウルシアイムが口玉の脅しをかけたんだったな。キャッツビーの顔にある表情が戻っていた。あまり見たことはないが、確かに見覚えのある顔だ。